今日は私たちスターロケットに乗って ハグッとプリキュアのビューティーハリーに遊びに来たよ。みんなよく遊びに来てくれたね。ありがとう。うわプリキュアたちがたくさん。ビューティーハリーといえばおしゃれなお洋服が自慢や。みんなはどんなおしゃれなお洋服にお着替えしてみたい？私たちはもう着てみたいお洋服決めてるんだよね。うわぁ、それは一体何なのですか？それはハグッとプリキュアのみんなのお洋服。え？私たちのお洋服？それは意外な答えでしたね。あ、それなら私たちのお洋服とみんなのお洋服交換するのはどうかな？うわぁ、お洋服交換素敵ね。賛成！皆さんは誰とお洋服を交換してみたいですか？私は天使みたいに優しいキュアンジに憧れてるるん。まあありがとう、キュアミルキー。お洋服交換しましょう。キュアミルキーとキュアンジュのお洋服を交換していくよ。まずはお髪を取って、お洋服も脱いで、キュアンジュのお髪も取って、お洋服も脱いで、そしてキュアミルキーに憧れのキュアアンジュのおかんと、あらかわいいるん、それからお洋服、うん素敵だるん。次は私がお着替えする番だね。キュアミルキーのおかみに、うわーとってもかわいい。それからキュアミルキーのお洋服、うん素敵ね。お洋服と髪型交換出来上がり。キュアアンジュになれてとっても嬉しいるん。ありがとうるん。いいね、こちらこそキュアミルキーになれてとっても嬉しいわ。このお髪も洋服もとてもかわいいわね。2人ともいいな。よし、次は私の番。私はいつも元気いっぱいキュアエールとお洋服交換したいな。うわー嬉しい。キュアスターの髪型めっちゃイケてる。キュアエールの髪型も平やば。よし、髪を取って、それからお洋服も脱いで、キュアエールの髪も取って、お洋服も脱いで、お着替えしてみよう。私がキラヤバーなキュアエールに変身しちゃうよ。よいしょ、よいしょ。やったー、キュアエールに大変身。次は私がキュアスターになればいいのね。お髪をかぶって、うん素敵。お洋服も着て、やったー！出来上がり。二人のピンクプリキュアがお洋服シャッフル。どうかな？キラヤバー！めっちゃイケてる。二人ともすごく気に入ったみたい。じゃあ今度は私がキュアエトワールと黄色プリキュア同士シャッフルしましょう。いいね。まずはキュアエトワールのお髪を取って、お洋服を脱いで、そしてキュアソレイユのお髪もお洋服も取って、キュアソレイユにキュアエトワールのお髪をつけて、お洋服もつけてみるよ。うわー次はキュアエトワールにキュアソレイユのお髪とお洋服をつけて、はい、出来上がり。
うわー、この髪型にこのお洋服、イケてる。なんだか私も大人のお姉さんっていう感じ。気に入っちゃった。おしゃれな二人、とっても嬉しそう。最後は私ね。私は、同じ紫色プリキュアのピュアムールがいいわ。お呼びでしょうか。私、あなたの髪型、それからお洋服に憧れているの。私もキュアセレーネの上品で洗練された髪型とお洋服に、とても好感を持っています。じゃあ、お洋服シャッフルスタート。まずは、髪を取って、お洋服を脱いで、キュアムールの髪も取って、お洋服も脱いで、そして私が、キュアムールのお髪をつけて、お洋服を着ていくよ。とっても素敵。今度は私が、キュアセレーネのお髪をつけて、それから、お洋服をお着替えしますよ。どうでしょう？似合ってますか？うわー！やっぱりこの髪とこのお洋服、とっても素敵！私もこの髪とこのお洋服、とても気に入りました。自分の大好きなプリキュアとチェンジできるの、とっても嬉しい！そうですね。いやー、みんな自分の理想のプリキュアとお洋服交換できて本当に良かったなーって。あれ、一人だけ交換できていないプリキュアが。くすん、誰も私のお洋服と交換したいって言ってくれなかったのです。しくしく。マセリにはビューティーハリーの新作のお洋服あげるわ。くすん、慰められても嬉しくないのです。でも皆さん本当に似合ってますね。動画を見ているみんなは、この中でどのペアが一番似合ってると思いましたか？一番最初にお着替えしたキュアアンジュとキュアミルキンのペアが一番似合っているなと思ったら、コメント欄に一番って書いて教えてくださいね。二番目にお着替えしたキュアミルキーとキュアエールのペアが一番似合っているなと思ったら、コメント欄に2番って書いて教えてくださいね。3番目にお着替えしたキュアソレイユとキュアエトワールのペアが一番似合っているなと思ったら、コメント欄に3番って書いて教えてくださいね。4番目にお着替えしたキュアセレーネ、キュアムールのペアが一番似合っているなと思ったら、コメント欄に4番って書いて教えてくださいね。どのペアが一番人気なのでしょうか？気になるのです。みんなのコメント、それからチャンネル登録、グッドボタンもお待ちしてるね。グッドボタンよろしくなのです。それでは今日はこの辺で。じゃあね、バイバイなのです。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい。メリー、そう、 YouTube のボタンをポチッと押す。メリーよ、そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見る。メリーよ、そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくる。メリー、タッチしていろんな動画を見てみる。メリーよ、これからもアソブームよろしくね。